年を明けて今日この新年会を開催することができましたが、市長、知事、そしてさらに有党であります公明党代表をはじめ皆様にもご出席をいただいております。今年これからの日本をどうするかということを皆さんと一緒に決意を新たにして臨んでいかなければならない大変大切な年だと思っております。この年が明けて民主党政権は内閣改造を今日行うということを聞いております。これからの課題山積をしておりますが、まず真っ先にやらなければならないのは震災対応であります。そしてその次に今議論になっている消費税問題、これは国民の7割の方が反対をしている、よくわからないというそんなご意見が多数あります。当然のことであります。素案というのを出して、そしてそれを与野党協議の中で国民に知られない中でことを決めてということになれば、これはもうまさに国民不在でありまして、我が党自民党も消費税については必要なものだという認識を持っています。しかしその手続きたるや隠れたところでことを決めて、そしてさらにばらまきの予算はそのままにした上で、はい、数に頼んで結果が出ました、答えはこうですということができるはずがありません。私たちが求めていかなければならないのは国会審議であります。きちんと国会で明らかにして民主党政権の考えを表に出して国会での議論を進めるということをぜひやっていきたいと思っております。 TPP であります。これは8割の方が分からないとおっしゃっている。中身が分からない、その理由は情報があまりにもないからであります。この TPP についての議論をするのであれば、国会の中に特別委員会を設置をして、そしてその中でさまざまな疑問を答えてもらうということを繰り返していかなければならないと思っておりまして、このように大きな課題2つ今挙げましたが、まだまだ地域の問題をはじめさまざまな課題がありますが、それに向けて全力で取り組んでいきたい。そして結果、私たちが求めていくのは強くてしなやかな日本、そして日本らしい日本を取り返すということであります。それに向けては国民の信を失っている民主党政権にただ委ねているわけにはいません。本年は政権奪還に向けて大変大事な年を迎えたと認識をしております。どうぞ今年は必ずや行われる解散総選挙に向けて皆さんの力を我が自民党に結集していただきますよう、大きなご支援をいただきますよう心からお願いを申し上げましてご挨拶にします。よろしくお願いします。ありがとうございました。